バウアー、僕は世界でトップ15投手に入る、メジャー復帰訴え。 DeNA に昨季所属したトレバー、バウアー投手、32、が5日、ニューヨークのラジオ局 WFAN の番組で、セカンドチャンスが欲しい、とメジャー復帰を訴えた。トップ15とか自分で言うなよ。せめて日本でトップになってから言えよ。日本でトップ15に入ってから言えよ。アメリカ、日本が好きなんじゃなかったの？笑い。あれだけチヤホヤされてもやっぱりジャップ国は嫌なんやね。残念やわ。日本で1年やっただけの犯罪者がもう許されたと思ってるの草生える。ベリーブでトップになってから言え。マジでメジャーのどこからも声がかかってないのかな。実力は問題ないことを NPB で示したし、今なら安く取れるだろうに。遅咲きだから本来なら今全盛期でもおかしくないんよな。中4日で回せるから普通にトップ3の価値はあるやろな。サイヤングやからな。日本がレベル高いだけでメジャーではトップ。仮に日本残留となったら年俸いくらになるんやろ。もうドジャースの分は終わったよな。そら横浜だと伊藤なんかと組まされるからな。せめて戸柱か山本ならと本人も思ってそう。ご視聴ありがとうございました。